司法書士試験合格ならリアリスティック一発合格松本基礎講座。司法書士試験の講師の松本と申します。リアリスティックチャンネル、今回のテーマは合格に最も邪魔なものは〇〇、このテーマでお話をしていきたいと思います。私10年以上この司法書士試験の講師をしていまして、やはり合格できなくて試験を諦めてしまった、そういう受験生の方を何人も見てきました。こういう難関試験に関しては残念ながら合格できないで諦めてしまう、そういう受験生の方の方が多い、それが現実になります。ではそういった方に共通して当てはまること、それがないかなと考えたんですけれども、この動画でお話しする最も邪魔な〇〇、これが一番多くの方に当てはまると思います。場合によっては8割とか9割ぐらいの方に当てはまるんじゃないかなと思うぐらい、本当にみんなが犯しがちな、やってはいけない〇〇なんです。それをこの動画でお話ししていきたいと思います。ということでこの動画ではこちらの2つの話をしていきます。まず1つ目、合格に最も邪魔なもの、2つ目、合格できる考え方、この2つの話をしていきます。まず1つ目の話として、合格に最も邪魔なもの、それは何なのか、それを具体的な場面、どういう場面でそれが出てくるのか、そういった点も含めながらお話ししていきたいと思います。そしてその上で、ではどうやったら合格できるのか、合格できる考え方というのはどういうものなのか、その話を2つ目の話としてしていきたいと思います。はい、ではまず1つ目の話からいきましょう。1つ目は合格に最も邪魔なもの、この話をしていきます。まず結論から申し上げます。合格に最も邪魔なもの、それは自分に合った〇〇、これになります。よく聞きますよね。自分に合った勉強法を取りましょう、こんな話聞いたことあると思います。この自分に合った〇〇、よくおすすめされるんですけれども、私は実はこれが一番合格を邪魔している、そうなってしまっている方が多いと思います。自分に合った勉強法とかが 100% ダメというわけではありません。その選択肢、候補になるものが合格できる勉強法。合格できる勉強法というのは一つではありません。いくつかあります。そのいくつかの中から自分に合ったやり方を取り入れる。それだったら問題ないんですけれども、本当に自分に合ったやり方、完全に自分を基準に考えてしまう。これだと残念ながら多くの方が合格できないんです。これ司法書試験だけじゃなくて他の仕事とかでも結構共通すると思います。何かを成し遂げたいとなった時に自分に合った〇〇、これでうまくいくかっていうと残念ながらうまくいかないことが多いと思います。今この話を聞いてハテナマーク浮かんでる方結構いると思うんです。なんでかっていうと、これ勉強法以外にも、例えば自分に合った働き方、これで働きましょう、最近よく言われますよね。これは完全に正しいと思います。例えば独身の方もいらっしゃれば、奥さんやお子さんがいる、家事や育児をしながら働かないといけない、人によってかなり状況違いますので、自分に合った働き方、それを選択するというのは必要ですし、そうじゃないと生活は成り立たないと思います。しかし難関試験、これに至っては残念ながら自分に合った勉強法、これではうまくいかないことが多いんです。なんでかっていうと、さっきの仕事と違ってみんな達成しないといけないことが難関試験は同じなんです。全員これ以上の点数を取らないと合格できません。全員が問題も一緒。残念ながらご自身の状況、それは考慮してくれません。お子さんがいるとか、家事や育児をしないといけないとか、それは残念ながら関係なく、とにかくこの点数以上を取らないといけない。全員同じハードルを超えないといけない。そうなってるのが難関試験なんです。なので、達成しないといけないことが同じということは、結局やらないといけない勉強法も、実はそんなにパターンはないということになるんです。はい。では具体的な場面で見ていきます。私が10年以上講師をする中で自分に合った〇〇、これで失敗してしまった、大体この3つの場面で見てきました。まず1つ目、勉強法、2つ目、講義の進め方、3つ目、本番の試験、この3つの場面で主に問題となります。はい、ではまず1つ目の話からいきましょう。1つ目は勉強法、こちらになります。先ほど自分に合った勉強法、これを取るのはお勧めしません、そう申し上げました。
なんでかというと、これも先ほど申し上げた通り、受からないといけない試験、それはみんな共通なんです。取らないといけない点数も共通になります。そうすると、自分を基準にするのではなくて、受かる勉強法、それに合わせないといけないんです。司法書士試験はもう30年以上行われておりますので、これが受かる勉強法ですよ。これはほとんどの人が受からない勉強法。場合によっては一人も受かった人がいるということを聞いたことがない、そういう勉強法もあるんです。例えばどういう勉強法がまずいかと言いますと、司法書士試験の試験範囲、これをすべてノートにまとめる、この勉強法はまずいです。これおそらく中学とか高校の定期試験ではノートにまとめる、この勉強法を取った方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。私も実はこの勉強法で定期テスト、中間テストとか期末テストとか備えていました。それで結構高得点取れたというのもあるんですけれども、司法書試験に関してはこの方法で受かるということはないと思います。私は一回も聞いたことがありません。司法書試験の全範囲をノートにまとめて、それによって受かったという方は聞いたことないんです。おそらく今まで一人もいないということではないと思うんですけれども、かなりゼロに近いかなと思います。なんでかっていうと、学校の定期試験と違って分量がものすごく多いんです。自分でまとめられる分量、そんなものではありません。なので司法書試験においてはもう最初からまとめられたもの、この私のリアリスティックテキストとか、あと他のテキストとかまとめノートというのは予備校側が作ってるものですね。予備校や講師が作ったまとめ、それを元に学習していかないと受からないということがほとんど確実に明らかになってるんです。しかし自分に合った勉強法、それを取りたいという方がいます。そういう方って結構予備校と距離を置いてしまうんです。予備校の講義を受講しないとか、受講しないだけだったらまだ受かる可能性は全然あるんですけれども、この予備校の講師とかが発信する勉強法とか勉強法の本とか読まないで、本当に独学で自流の方法で自分だけの方法でやってしまうということがあります。そうすると多くの方が合格できなくなる。人によっては早めに気づいて途中で予備校の基礎講座とかを受講して、そしてそこから予備校の基礎講座に合わせて勉強して受かる、そういう方もいます。なのでこういうことを分かっている人は、例えば司法書試験以外に大学受験で予備校を使ってうまくいったとか、他の難関試験で予備校を使ってうまくいったという方は、もう定評のある講座を受けて、でその方法論に合わせて勉強して、それでサクッと受かってしまうということなんです。分かっている人はそういうふうに勉強をしていくということですね。はい、では次2つ目いきましょう。2つ目は講義の進め方、こちらになります。予備校の講座を受講したとしても、人によって自分に合ったやり方、それでやろうとしてしまう人がいるんです。例えば自分は講義の内容を全部理解しないと気が済まない、なので1週間に3回講義が配信されるんだけれども、1週間に1回しか見られない、しかし仕方ないということで1週間に1回しか見ないで、そしてそのペースだともちろん試験までに全講義終わらないので、翌年の講義に間に合わない、そういう方はだいたいその次の年もその次の年も間に合いません。そのペースでやってると正直ずっと間に合わないということになってしまうんです。予備校の講義受講して受かる方というのはどういう方かっていうと、予備校のカリキュラムに合わせるんです。1週間に3回講義が配信される講座であったら、その3回は必ず見るんです。なので例えば1回の講義見ますよね。その最後の方でなんか分かりにくいな、これ前の方の講義もう1回見直したら分かるんじゃないかとか思ったとしても、それをやってると次の講義決められた曜日に見られないということになったら、もうそこでスパッと諦めて、講義を 100% 理解できるそんな人はいないんだなと 100% 諦めて次の講義、それを見るということをしていくんです。きちんと週3コマそれをこなしていく、つまり予備校に合わせていく、予備校のカリキュラムに合わせるんです。なんでかっていうと、それが受かる勉強法だからなんです。予備校のカリキュラムというのは毎年細かく細かく調整をしております。パンフレットに現れない部分も含めて毎年細かな調整をしていて、その年度の最適解、その年に一番いいと思われるカリキュラム、それを提供しているんです。なのでそれに合わせるというのがベストになります。それが分かっている方は合わせてできるんですけれども、残念ながら予備校の講座を受講しても自分はこれだと納得できないんで、もっとちゃんと分かりたいんでゆっくり進めるとか、そういうことをしてしまう人がいます。皆さんはそうしないように気をつけてください。はい、では次3つ目の話いきましょう。3つ目は本番の試験になります。
実は本番の試験でも自分に合ったやり方、それをやってると終わらなくて合格点が取れないということになってしまいます。司法書試験は非常に制限時間の厳しい試験です。特に午後の試験がかなり時間内に終えるの厳しいんですね。これ自分のペースで解いていると終わりますね。実は私もそうなんですけれども、例えば午後の択一、自分がちゃんと納得できる、自信を持って答え出せる、そういうペースで解いているとだいたい1時間半ぐらいかかってしまいます。私が今解いてもそうなんです。しかし午後択一にかけられる時間というのは60分、マックスでも70分ともうあらかじめ決まっているんです。それが先にあるので、もうそれに合わせて解くんです。ですので、例えば、マイナー科目、これは1分、1問1分。長くても1問1分30秒。不動産登記法、商業登記法は1問2分。このように、あらかじめ決めておきます。で、その時間が来たら、例えば不動産登記法の問題解いてるときに、1問2分になりそうだったら、読めてない選択肢があっても、その時点で多分、これが一番答えに近いだろうなと思う番号、それを選んでマークするんです。合格者の方はそのようにしております。しかし残念ながら自分に合ったやり方で解いてしまうという方は、自分はもっと考えたいんで、もう時間来ちゃったけれども下の選択肢を見てみよう、もう一個見ればわかるかもしれないということで自分に合わせてしまうということになります。そうすると結局時間がなくなって、もちろん合格点も取れないということになります。なので本番の試験も自分に合った〇〇ではなくて、試験時間そちらに合わせていくというのが重要になるわけです。はい、ではこの動画の2つ目の話いきましょう。2つ目は合格できる考え方、こちらになります。では合格できる考え方というのは何なのか。勘のいい人はおそらく推測できてるかなと思うんですけれども、結論申し上げます。それはとにかく合わせる、自分を相手に合わせるということになります。相手というのは試験です。司法書試験で言えば司法書士の試験、それに合わせていくということになります。もうこれをやれば合格できる、この順番で講義進めていけばきちんと講義終えられて合格できる力がつく、この時間配分で解いていけば試験が時間内に終わる、合格点が取れるというやり方があるんです。それに徹底的に自分を合わせていく、これが重要になります。これ当たり前と思うかもしれないんですけれども、できてる方が非常に少ないです。合格者の方も完璧にはできてないと思います。なので 100% できなくても結構です。やはり私も皆さんも人間なんで、どうしても自分のやり方とか少しは入ってしまうんですけれども、できる限り試験に合わせてほしいんです。それができればかなり短期間で合格することができます。なんで試験に合わせないといけないかと申し上げますと、それは先ほど申し上げた通り、試験というのはもう決まってるんです。これができたら合格できますよ、この点数以上取れたら合格できますよというのが決まってるんです。司法書試験は相対評価の試験なんで、毎年基準点や合格点は多少上下するんですけれども、受かるために必要なレベル、必要な実力というのは実はほとんど変わらないです。5年とか10年とか経つとある程度変わってくるんですけれども、 1,2 年単位で変わるということはないんです。なのでそれに合わせていかないといけないということになります。試験が要求しているレベルというのがあるんですね。それに皆さんが合わせていくということです。では具体的にどうやればいいかなんですけれども、これはちょっとおこがましいんですけれども、私たちが提唱する方法、それに合わせてください。司法書試験の問題を作っている試験委員という人がいるんですけれども、残念ながらこの人たちはどうやったら受かるかというのを丁寧に教えてくれる、それは残念ながらしてくれません。問題を作る人は試験問題という形でしか示してくれないんです。で、私たちが毎年それを分析しております。で、何年も講義をして教材を作って、こういうことをこの時期までにやれば合格できる、このような記憶の仕方をすればいい、ここはここまで深く記憶しないといけないけれども、ここはさらっとこういう制度があるということさえ分かっていれば点が取れるとかいうのを分かっておりますので、なので私たちが合格できる勉強法、合格できる解き方を提唱すると、そう思ってください。それに合わせていくということなんです。皆さんが私に完全に合わせるか、それはですね、皆さんの選択次第です。私以外にも講師の先生はいらっしゃって、他の先生でも合格者何人も出してる先生、それはいらっしゃいますので、私以外の先生がいいというんであればそれでもいいんですけれども、やはりこういった
た試験のプロ、自分でプロって言って恐縮ですけれども、私たちが提唱する方法、皆さんが一番いいと思う講師の方法、それに合わせてできる限りそのまま勉強する、それが一番受かりやすいです。私たち講師は例えばこういうことは申し上げません、架空の事例を作ってどうなるか考えてみましょう、想像してみましょうとか、そういうことは申し上げないんです。司法書試験ではそれは不要になります。司法試験の論文とかだったら少し役に立つかもしれないんですけれども、司法書試験でそんなことは要求されないんです。司法書試験って根拠があるものしか出ないので、なので自分で事例作ってもそれが出ることはないんですね。そういうことは分かってるんで、私たちは自分で事例作るとか、ここで深追いするとか、そういうことはやめましょうと申し上げます。それは本当に受かる勉強法なんで、皆さんもそれに合わせていただく、そういうことをぜひしてください。ですので試験に受かるまではできる限り私たちが提唱する方法に合わせる。ちなみにちょっと余談なんですけれども、試験以外でも実はこれが重要だという仕事は多いと思います。すっごいクリエイティブな仕事とかだったら自分の独創的な発想とかを求められると思うんですけれども、おそらく多くの仕事がこうやったら正解というものがあるんです。前の人たち、先人が積み上げてきたやり方というものがありますよね。それがその業界にある程度固まっているというものがあると思いますので、それに合わせていくのが一番いいと、そういう仕事が多いと思います。実は難関試験とそんなに大きく変わらないんじゃないかなと私は思っています。ただ仕事に関しては皆さんそれぞれ考え方があると思いますし、私は別に仕事のプロというわけではないので、それは私の個人的な考え方なんですけれども、試験これに関してはどう考えても合格する勉強法、これに合わせた方が受かりやすいので、ぜひその姿勢で学習していただければなと思います。はい、では今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。リアリスティック一発合格松本基礎講座。合格実績ってすごいの？合格者数は5年連続2桁。カリキュラムはどうなってるの？丁寧な導入から始まる充実したカリキュラム。教室に通えなくても大丈夫？受講スタイルは自由。パソコンでもスマホでも。テキストは何を使うの？講師自身が執筆、試験範囲をカバーしたテキスト。法律学習が初めてでも大丈夫？リアリスティックテキストは初心者でも分かりやすい。記述って難しそう。合格に直結する松本式だけの記述対策。困った時相談できるかな。受講後のサポートも充実しています。割引があると嬉しいな。さまざまな受講生に向けた割引制度もたくさん。詳細は松本基礎講座で検索。